はい、アランド40のガッキーです。本日は以前 OPPO というメーカーからスマホを購入しようとして、まあ、結果迷った挙句諦めたんですけども、今回はその OPPO さんからなんとスマートウォッチが発売されましたので、実際に購入をしてみましたので登場していただきましょう。その商品がこちらになります。ジャジャン、OPPO ウォッチフリーという商品で、昨年の年末ですね、12月の半ばあたりに新しく発売した新商品になっております。で、価格は現在 Amazon 価格で9980円税込みとなっておりますので、まあ1万円以下のお手軽スマートウォッチになります。じゃあ開封していきます。出てこーい。じゃじゃじゃーん。おー、いつもね、私ブラックを購入してたので、今回はバニラホワイトというちょっと初めてのホワイトカラーチックなスマートウォッチを購入してみました。あ、いいですね。結構おしゃれですね。このちょっとこれ剥がしちゃいますか。もうペリッと、あ、センサー部分にも貼ってありますね。はい、こんな感じになります。いいですね。ここの側面が結構なんかシャンパンゴールドっぽくて、ベルトもね、多分樹脂製なんでしょうけど、よーく見るとね、この網網というか、こう革っぽい刻印、刻印っていうのかな、なんて言うんだろう、こう分かりますかね、このギザギザというか革っぽい雰囲気を醸し出している樹脂製のベルトになっております。あとは同梱物は何だろう。はい、同梱物はこんな感じですね。専用の充電ケーブルと、あとユーザーガイド、もちろん日本製ということでございます。やはりここに QR コードが載ってますので、アプリをダウンロードして端末とペアリングする感じになると思います。でね、これね、面白いのがね、物理ボタンがないんですよね。普通側面に物理ボタンがあるんですけど、これは一切物理ボタンがなく、多分タッチ画面操作オンリー、そんな感じになってます。で、大きさはね、今私がしてるのがファーウェイのウォッチ3なんですけども、まあここまで大きくなくですね、まあスマートバンドとスマートウォッチの間ぐらいの大きさかなという感じです。まあ、ここにあるのがファーウェイのファーウェイバンド6 Pro なんですけども、まあ、これよりはちょっと一回り大きいぐらいかなと。なんですけど、スマートウォッチよりはまあ一回り半ぐらいちっちゃい、そんなサイズ感ですね。ベルトは樹脂製なんですが、レザー風のシリコンバンド的な感じになっております。で、画面サイズは 1.64 インチアモレットディスプレイを採用しております。で、強化ガラスを貼ってあるみたいなんですけども、まあゴリラガラスではないので、まあでも貼ってないよりは貼ってあった方がいいかなという感じかなと思います。ちょっと電源入れてみないと何とも言えないですよね、これね。あれ、電源が入らんな。電源入りました。これ充電ケーブルを接続すると電源が入るみたいですね。うん、こんな感じですね。で、日本語を選んで、ペアリングする前に Hey Tap Health APP を電話にインストールするということで、やっぱりアプリのインストールが先に必要になるみたいなので、アプリをインストールしちゃいましょう。評価点低いですね、 1.6。 アプリのダウンロードが終わりまして、スマホとのペアリングを開始したいと思います。 OPPO ウォッチフリーですね。で、ペアリングと、はい、こんな感じで、ペアリングは完了いたしました。なるほど、これベルトがしづらいな。装着するとこんな感じになります。でね、やっぱりこれ物理ボタンがないですね。ダブルタップで画面が光るような感じになります。もしくは持ち上げかな。そうですね、持ち上げで反応して光る、そんな感じですね。でね、一応文字盤なんか少ないな。探すか。あー、なるほど。まあ40種類ぐらいあるみたいなんですけど、他のと比較するとちょっと少ないかもしんないですね。あー、なるほど。文字盤の追加は最大7個までということなので、1個消さないとダメみたいですね。マイ文字盤、なるほどね。これいらねえな、消去。で、これは写真。あ、なるほど、写真もこれ文字盤にできるみたいですね。なるほど。あ、例えばこういう感じにして、おお、こんな感じで自分の写真も待ち受けにできるみたいですね。これいいですね、面白い。あと AI コーディネートというので、自分の今実際着ている服の写真を撮って、それを AI に読み込ませることによって、勝手に文字盤を作ってくれるという、そういうカスタム文字盤もできるみたいです。まあ、あと元々準備されているやつはいろいろ調べたら40種類程度ということなので、そんなに多くはないかなという印象でございます。でね、画面の解像度結構綺麗ですね。これは 280×456 の 326ppi ということで、非常に画面は綺麗ですね。で、このタッチ操作性もね、結構指にひっついてくる感じがあるので、ラグがあるような、そんなタッチセンサーじゃないですね。ちゃんとしっかりくっついてきますね。いい感じです。
ただね、やっぱ物理ボタンがないからね、なんかこう1個ぐらいあってもいいのかなっていう、そんな感じはしますね。で、機能的には、24時間連続心拍測定に歩数カウント、あと100種類以上のスポーツアウト、ワークアウトモードですね、ただこれは GPS は非搭載になっております。あと防水規格は GoATM ということで、その他にも天気、タイマー、アラーム、ストップウォッチ、水分補給リマインダーということで、そんなこともできるの？面白いですね。で、あとリモートカメラもできますし、音楽のコントロールもできるみたいです。ただ音楽の本体への保存はできないということと、あとフラッシュ機能と座りすぎ防止機能がついておりますね。で、明るさの設定も6段階に設定ができるみたいですね。で、あと自動の画面オフの秒数を、まあちょっと5秒がデフォルトなんですけど、短いなと思ったら7秒から10秒まで変更することができると。で、手首を傾けて画面をオンですね。で、この手首を傾けて画面をオンにする開始時間と終了時間も選べるので、まあ、12時以降は反応しなくして、朝5時過ぎたら反応するようにというふうにできるみたいっていうふうにできたりもしますね。で、バイブレーションは強い、お、結構強いですね。ということで、ほぼまあ日常必要とされるような他のスマートウォッチに搭載されているような機能はもうほぼ搭載しておりますね。いろいろ調べたら、このスマートウォッチはね、結構睡眠特化型のスマートウォッチみたいで、なんと業界初ですね、睡眠中のみなんですけども秒単位で血中酸素レベルを測定してくれると、プラスアルファで睡眠中のモニタリングですね、まあ、いびきでやってたりとか、そういったものも計測してくれるという、そういう睡眠特化型のスマートウォッチになっております。ということで、睡眠中の自分の体をですね、詳細に数値で可視化してくれるという、そういうのが目玉になっているみたいでございます。なんかね、中国で結構有名な大学、清華大学っていうところと共同で、開発してるみたいですね。で、今年の2月に OTA のアップデートで、就寝前にスマホをいじった時間を計測したりとか、あとまあアプリで、時刻を設定すると、もうスマホの色ですね、色をフルカラーからもう寝てくださいねみたいな感じでグレースケーリングにするような機能もアップデート予定という、そういうことでございます。じゃあ、まあ何はともあれ、ちょっとですね、まあ、運動をしたりとか睡眠ですね、計測をしてみたりとか、実際に使っていってみたいと思います。後ほど。はい、というわけで、あれからしばらくですね、こちらの OPPO Watch Free を使用してみましたというか、使用したんですけども、ね、ちょっと残念な形で、これ見てください、このね、バッテリー残量が、これ 0% なんですけど、これね、もうずっと買ったあの日から充電して未だに 0% というですね、こう、おそらく不良品を引いてしまったという、そんな結果でございます。あとね、もう一個、後ろのね、センサーが全然反応しないっていうね。だいたいこのセンサーって、こう、肌に触れると、こういう感じで、ちょっとわかりづらいんですけどね、こういう感じでね、グリーンにこう、センサーが光るんですよね。なんですが、これセンサーもヘッタクレもないっていうね、もう全然、反応すらしてないんですよね、これ。全然グリーンに光らない。なので、私これ、ファーウェイのウォッチ GT3 なんですけど、これをつけて、こっちに OPPO ウォッチフリーをつけて、ランニングをしたりとか、ウォーキングをしたんですけど、全くもって反応しないというですね、ほんと最悪な、まあ運動できたからいいんですけど、最悪な結論になりました。なので、ちょっと今回の動画はですね、最終的にこの画面のヌルヌル感はいいよと、非常にいい、鮮やかで画面も見やすいですし、このタッチ性ですね、操作性も滑らかで素晴らしくいいというところと、あとこれですね、ベルトはね、すごくいいですね、おしゃれで色もとても素晴らしい、女性なんかが使っても全然おしゃれに使いこなせるような、そんなデザインだと思いますっていうぐらいしかわからなかったです。あとは、なんだろうな、ちょっと初期不良が多いのかな、なんかいろいろちょっと調べてみてて、結構ね、不具合が多いような印象があります。まあ私の勝手な思い込みなのかもしれないですけども。なので他にもですね、これ OPPO Watch Free ご購入されて、私も初期不良で返品したよとか、交換したよっていう方がいらっしゃったら、ちょっと教えてもらいたいですよね。
どのくらいの方がそういった不具合に見舞われているのか、まあ、私を含め他、まあ、YouTube で OPPO Watch フリーを上げている方2名ぐらい発見しましたので、まあ、少なからず私を含め3人は不具合に見舞われているという形でございますので、ぜひですね、購入して不具合に遭われた方コメント欄の方に私もですということで、コメントいただけると非常に参考になります。ということで本来であれば睡眠特化型のスマートウォッチというところでいろいろとこう検証したかったんですけども、検証ができない結果というところでこの画面の鮮やかさとタッチの精度ですねとこの見た目は非常に素晴らしいよということをお伝えしたいと思います。あとこの画面ですね、画面ウォッチフェイスを自分の写真とかいろいろカスタマイズ性ができるのは非常に素晴らしく面白いと思います。あとまあ気になったところはね、ちょっとこのバンドがしづらいかな、こう巻いて内側にまたこれ入れないといけないんで、なのでこうバンドの穴にベルトを通した後にまたこう内側に入れるんですよね。これがねちょっとやりづらいかなと思いますね。冬場だからねまだいいんですけど、夏場汗ばんだりしたらね多分なかなかこうギュッギュ押し込めづらいかなというそんな印象です。あとはねやっぱり物理ボタン1個は惜しかったかなという感想でございます。あとはまあ不具合がなければより最高でしたと、そういった感想でございます。まあ、ちょっと今回のレビューは非常に残念な結果になってしまったんですけども、いろいろ調べたら他の方がいろいろレビュー動画上げていらっしゃいますので、まあいろいろ見るとやはり睡眠特化型というふうに皆さんおっしゃってますので、日頃の運動ですねプラス睡眠、まあ自分が寝ている数値を可視化してみたいという方は購入してもいいんじゃないかなという気がいたします。あと1点注意点としては、いびきの録音とかですねその睡眠のトラッキングは Android との連携が一番ベストだと思います。いびきの録音なんかはね Android じゃないとできないみたいなので、そこら辺は要注意かなというところでございます。まあ、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。ちょっと今ね返品しようか交換しようか迷ってるんですけども、まあ、他にもいろいろ面白いスマートウォッチどんどん出てきておりますので、ちょっとそちらもですね、購入した際にはどんどん動画に上げていきたいと思っておりますので、このチャンネルが気になった方はですね、ぜひチャンネル登録、いいねをしていただけると非常に励みになります。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。また次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。